お疲れちゃんです。ラットです。そしてお疲れちゃんです。焼き鳥です。そしていらっしゃい、ダニです。ってことでね、今最後の挨拶はオズニキなんで、ね、本当に気づかねえから、本当に最後の挨拶はオズニキなんで、まあ、今日はね、まだ知名度が、僕と焼き鳥とまあはオズニキで、ダニパイセンはちょっとお休みモードで、でケンツメシもちょっとお休みということで、はい、今日はね3人でなんかやっていこうと思いますってことで、今日はね、まあ何作ろうと思ったんですけど、久しぶりに久しぶりにってわけじゃないですけど、今日は久しぶりにね、ちゃんとした出来と言いますか、まあまあまあ久しぶりにね、いつもちゃんとしてるんだけど俺はね。ってことでこちらクララ TV 見てもらえれば分かるんですけど、この左上のね、お何やその出来、この左上の方の今グロ6位のこの方のこのエリポン、これまあ言ったら運ゲーかよみたいな確かにまあ言ったら悪いですけど、でもグロ6位がすげえな、すごい、ね、しかも最近見ないなんかホバリング入りのエリポン入りのトレンズアップグレってことで、まあ今日はこちらのね、メガホバリングね、まあ、速攻でパクってやったわすぐパクる本当に、うん、ってことでね、まあ、こちらでやっていきたいと思いますね。やっぱあれやな、ミラーが得意だからパクっちゃうよな、すぐえいえいまあ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 、はいはい、かっこいいかっこいい、ぼちぼち上手みたいなとこあったなまあまあまあ、珍しく褒めるよ珍しく褒めるよ、そんなこと言わないでくださいよ、はい、ということでね、まあエリポンがないですけど、エリポンなくても初手にゴレがあったら待っていいと思いますね。結局後半になれば有利だと思うんで、そうやな、まあゴレはね基本待ちよね、やっぱりっていうことはこの後半になれば有利なんでね、と思ったら相手がジャイ出してきたので、もうこう合わせてあげますね。これ美味しくない？結構後ろから、うん、これ美味しい、ジャイ組み立ててくれるな、ゴレとしてはね有利よな。そうなんですよね、そうなんす。これおやこれなんかあれこれあれなんかないこれ焼き鳥のチャンネルで、あ、ちょっと違うん、これはベビドラをガゴに当ててあげたい、はいはい、美味しい、あーいいね。あれマスキさ、トレネックスこれ吸ったらダメなの、説あるなですね、これもう吸ってあげて、あーおいしょ、オッケー、ダクネギヒル、これあれっすね、お生きた、このゴレの強み追加出た、あエリポンあったわこのデッキ、いやでも言うていいみたいなとこない、とりあえずまあ許してください、まあまあまあ、まあまあまあ、これはあれっすね、エリポン置かない方がいいみたいなそのジャイに対してエリポン置いてもいいんですけど、この状況とかですね、もう相手がジャイって分かってるんで、ここで置いちゃうと、うん、その瞬間にジャイミニペイとかジャイなんかそう来ちゃうんで、なんなら今エリポン置くの狙ったみたいなとこあるからな、相手もこれがだるいっすね、これ一回ザップでカード回してからのベビドラで、あーそれキワ大丈夫、それミニペイはトルネで吸ってあげるんですけど、まあ一発ぐらいは許容みたいなのがあるんですけど、お入ってない、おー美味しい、ホバリングが優秀、さてはさては強いみたいなのがあるっすね、しかも今なんかスケラスケラあのベビドラ入りのスケラとかゴレも多いんですけど、結局なんかどれもポイズン、あー確かにだよね、だから多分ホバリング作用なのかな、しかも迫撃対迫撃とかも考えてのまあホバリングだと思いますね、っていうのでここはケツゴレじゃなくてケツダクネから展開して、あこれ大丈夫、これも守ります、これ守る、守れる、これも守りますね、あミニピッカーゴレで釣ってもよかったのか、それでダクネと合わせて、あー最適機会だった、あやばい逃げた逃げた、まあまあこういうのはよくあるっすよね、まあ、よくあっちゃダメでしょそれここで焦らずに角行く、いやもう僕は後ろから行きます、これ美味しいな、ね、これはハードカウンターの構え、これ構え、これも構え、これダクネ生かしたい、ダクネ生かしたい、はいダクネやられた、マスケティーヤがやばいやばいやばい、マスケティーヤやばい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 、えやばい、めっちゃ入れてくるやん、でもいやでも言うて今使いすぎたな、さては相手ファイブ使ったな、もうこれ追加つけた白ワイヤーだよな、つけた白ワイヤー、あ、しかもザップザップ真ん中のあれが欲しい、今ザップで生かしてよ、あ、生きたザップなくても、で、これ真ん中マスケが怖いんで、一応ダクネ警戒からの、あはい、まあランバがフチッタっすね、最後に、はい、ってことでさりげなくフチッタ使ってくる、なんかね、もうなんか使いすぎて普通に使いになってしまったな、違和感がなくなったんだな、うん、もう普通それどうだなんか普通に使うようになったね、クララ用語、あそうな、うん、だからラットなんか俺のチャンネルであんなボケんのにすごい真面目に解説したな、
いや、いつものラット出さなくていいの。あれ、まさか猫かぶってる。やって、自分のチャンネルだとラットさん、ラットさんちょっと焼き鳥のチャンネルの概要リンク貼って。そうそう、これはしっかり、あ、すぐそういうこと言うやん。しっかりしっかり宣伝してから。だって僕が自分のチャンネルでちょっと遊んじゃうと、うん、何、俺のは何よくないじゃないですか。俺のチャンネルは、そう、焼き鳥のチャンネルだからこそ、そう、遊べるといいますかね、なんかちょっとおもちゃみたいなとかあるじゃん。そう、どういうことやねっていうのがあるんで、まあ、焼き鳥のチャンネルねちょっと貼っておくんで、あ、ちょ、皆さんぜひ見てもらえたらありがたいです。ちょっとね、ありがたいです。ちょっとね、ちょっとだけね、本当に本当にちょっとだけ面白いかもしれないんでね、ぜひ。痛い。あー、これこれまたさっきと同じ、さっき見たな、これ。このホバリングベビドラからのこれワンチャンザップ、いや、いらないな、いらないな、優秀、優秀で強いな、ベビドラ。またジャイ、うん、ちょっとでもマルチって割とジャイ多くない？確かにね。でもペッカ流行ってるからね。おや、よくわかんない。でこれエレポン置いていいのかな、悩むな。でも今ジャイ来たから、多分端前から来たから多分まだ全然回らんから、多分ディガーないから。そうやね、大丈夫やね。ランバーあるしね、うん、さあ、そうやな。あ、まあ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 、なるほどね。ジャイボーラーライトニングですね。さあ、これは様子見かな。これ待って合わせたいよな、うん、だからここでダクネとかここでゴレ展開をするのが良くないですね。そうだね、これ使ってて、ここで初手ゴレとかは普通に良くない。でもめちゃくちゃアド取れてるっていう時とか、もうこ逆サイしてますよっていう時はいいんですけど、うん、向こうもそう、あれ待ってますね。ゴレ出してくれって待ってるんで、向こうも後ろから来たら絶対合わせられちゃうんで。そう、ああなるほどね。さあ、ザップっていいか、うん、結構厄介やな、ああいうコウモリ。あのビビドラのこれ、これ貸したいね、ここで。いや、コスタなかった、コスタなかった。トイコート優秀。いや、でもこれが勝手にカウンターになるみたいな。そうね、勝手にカウンター、勝手にカウンター、勝手にカウンターやな。これジャイ回ったね、一回後ろからホバリングで、うん、ね、うんうん、いいね。はい、ライトニングを使わせると、はいはいはい。これさ、ケツダクネから片手作ったらさ、ライトニング打たれるよな。そうそうそう、それ右下の方でやばいな、これどう。これはもうゴレで受けて、あ、そうやな、一旦、ね、でランバーだったらあれじゃね、耐えれるくないですか。でこれ取れるや、やばい。でからのランバーで、まあまあまあ、でももう一回ジャイ回してきそうな気もするな。ここが取れてるかな、本当に。そうなんですよ、だからもう一回これトレネで回したら、ここを止めれば勝てる。それ、ここさえしっかり止めて、あ、やばくね、そのザップ、カード回し、なるほどね。ただ怖い、ミニベッカが、ミニベッカが怖い、やっ、耐えたー、耐えたけど、でもアドが取れてる、回収されたみたいなとかある。またジャイ来んの。おい、早えよ、さっきから。ループループにハマった。さあ、これダクンでマスケをまとめたいね、トレネで。いや、痛い、やばい、やばい、まあ、あ、そこは上げていいみたいなところですね。まあまあ、確かに。あ、怖いからザップ打ったら、いやー、チキったな、今のザップ。やばい、やばい、やばい、やばい。まあ、これで俺のせっかくのアドがどんどん捉えていく。戻ってきた。あ、でもホバ入った、美味しいね。これ、端前コレしていいですかね。いや、ダメだな。いや、端前コレは、そうそうそう。ミニペ使ったとこならいいんだけど。あ、そっちがいい。これ、ゴレは最後。はい。で、ここのゴレでランバーを止めて、はい、いい。でこれだな、ホバリングとかの位置がめっちゃむずい。確かに、ジャイに対してホバリングはあんまな有効じゃない。ライトニングで全部持ってかれるかな。ホバもうちょっと離したい。いや、敵変わってる、ホバに。あー、痛いな、やばい、やばい、やばい、痛い。チキった、チキった、今のザップいらなかった、すぐチキる。これは頑張ったけどな。いや、まだ参るな、さては。確かに、相手今油断してるから勝ったと思って、そう、もう相手勝ったと思ってる。そうそう、逆にこういう時がチャンスだったりする。でもコストがなかったみたいになるな。さよならとーっつって、えいえいえい、グッドゲーム。まあ、あれですね、何でしょ、何がしんどかった、ライトニング。まあそうだね、ライトニングで割とほぼ吹き飛んじゃうみたいなとこはあるな。相手同じジャイデッキだけど、ボーラーが厄介じゃね、結構。あー、確かに。あとは、なんだろう、まあミニペーかな、ミニペーさっき見たもんね。まあそう、ヤーメになってるからむしろいいはずなんだけどね。ね、しかも早棒ないから。なんだろうね。まあ、負けちゃいましたね。まあもう一回いこうか。まあ、そういう時もあるな。それな。うん。あ、負けるからな。
まあ負けないプレイヤーなんていないですからね。名言出ました。負けないプレイヤーなんていないから。やっと。喋んない方がいいかな。ちょっと口を別にまあ普通のこと言っただけですからね。とりあえずエリックさんポンプ。このアイスピア美味しいみたいな。1アド。1アド大事大事。あ、これは1回下げて、あれ無視してキング起動みたいなのはない？これキング起動できんくね。あ、壊されても横にホグずれちゃうんで、キング起動できないですね。あれこれもう無視ですね。相手ホグ振りかホグミリペースね。ここはケツダクネの方が良かったかな。いや、うん、まあでホグ切った後だから全然。そうだ、ホグ切った後なんで。そうだな、そうそう、しっかりそれをちゃんと言っとかないと。これダクネを端前でビタで当てたいね。あー、プリンセスホグか。マジっすか。だって、だって後ろから出したら逆サイクルランバ欲しい。プリンセスがちょこちょこいじくるから。これランバー出したら多分この相手でも言うて、そのランバー逆、ね、苦しいやつ。これでガゴこっちに来るから、これにビビドラ追加みたいなことない？これ GG やな。これだって、そうそう、あ、そっちだった。いやでも言うて、そしたら入る。あ、フチった。フチさん、これはすぐフチるよな。これフチさんだったな。あ、これなんなら右落ちるくね。うん、まあそれは狙ったんだけどね。そうやね。逆にね、ああいうとこで無理に回して逆サイ飛ばしてきたらコストがなくて、こうトレンズアップすることによって、やば、おしゃれ。ミニペ あの殴るのがザップでね、止められるんで今のは入んないですね。でそこでフリーズかけられてキング持ってかれるやつでしょ。おや。それはジバル。ここのホグはまあ取れてないんですけど、まあその代わりね、でもガゴ咲いたんで、もうダクネでいいや。そうね、相手ももうしんどいなと思って削りに来ると。でもうこっからは正直右側はまあ守るんすけど、変に守りすぎないようにしていきたいですね。相手フリーズなんでエリポン壊せないんで。そうね、なんならここ守っていいの。フリーズ来るかな。そうね、フリーズ来たらもう無視でいいんちゃう。いや守っ、あ、でもキングが地味に攻撃してたから守ってもよかったみたいなとか。そうだね、どっちで、まあまあまあ、で別にまあまあ、でこれでアドになったんで、そうそう、こっから、あ、お、やばい、狙ってる、うまい、やばいな、やばいな、さてはやばいな、僕ね、さてはやばいな、やばい、やばい、やばい、え、やばい、やばいっすけど、まあ、まあそうだね、相手もかなり使ったから、やばいやばい。でこれフリーズ防衛されてさ、やばくね。確かに時間稼ぎ優秀やからな。え、気づいた、俺さてはやべえ、これ相手がうめえ。2周目回そう、これで角ブレして全部取り根であれするしかない。やばいやばい、まずい、やばい、え、これはまずい、相手がうまい。取り根取り根吸い寄せろ。え、これ多分フリーズされる。フリーズ来る、フリーズ来る、来んな来んな来んな、フリーズボーイが来る。で来た瞬間にランバ追加。お、うまい、これが、これがオッケー、入った。お、でかい、ここはボーイ、よーし、追いついた。ってことはもうここで付け出しロワイヤル。そう、フリーズ使ったから。いやー、相手うまかったな。危ない、あの、危なかったな。だってゴル出すの完全バレてたもん。そうだね、もうあのタイミング狙ってたね、ちゃんと計算してたね多分。で今のはうまい、めちゃくちゃうまかった。ただあの後付けランバーが決まったな。ね、あそこで焦って出してたな。そう、出してたらフリーズで全部固められてたっていうのあったんで、まあまあまあそういう判断が ね割とね大事だったりするんやな。ね、ただあのミニペアはね、トルネードで吸う技、あ、ザップ打つことによって、あれ別にウッドでもいいんですけど、おしゃれやなね。っていう、まあおしゃれなことも決まって、まあよかったな。ってことでね、本日も3000やったので終わりにはなります。終わりになります。マジでこれでグロ6位だからな。6位はすごいよね。やばいよね。運だけじゃいけんからね、6位とかは本当にもう。前半だけどみたいな。ね。っていうことでね。まあね、慣れもあるからな。ね。今回はね、こちらのゴレデッキでした。はい。ってことで、ね。なんだ。いや、こっちが聞きたいわ。なんやねん。今回、ね、うん、まあ、焼き鳥のね、チャンネルリンクもね、あ、ありがとうございます。貼ると見せかけてね。貼らないから。やめて。まあね、貼ってあるんでね。ぜひね、チャンネル登録もね、よろしくお願いします。ということでね。今回は以上になります。では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 皆さん、またの動画でお会いしましょうと。バイバイ。お疲れちゃんでーす。お疲れちゃんでーす。